はい、今日はマックハッピーセット、プラレール鬼滅の刃コラボシールセット。さあ、プラレールは何が出るのか。ネギネギニンとシール、もうハッピーセット、30年プラレールだな、これ。30周年プラレール。さあ、何が。ミント、お、これは922型ドクターイエローですね。イエロー、黄色だ。すごく黄色が映えてかっこいい。プラレール922型ドクターイエロー T3 編成、クラス922ドクターイエロー、かっこいい。シールをあるよ、枯れた。ここにドナルド、ドナルドがにこやかに笑ってる。チャンネル登録、高評価よろしくね。こちらはマックハッピーセット30周年プラレール、マックマークはここに貼ったよ。そしてこちら側には乗客が2人います。これ誰だ。そしてこのドクターイエローの仕掛けが、ここにスイッチがあって、これをオンすると光る。やった、ピカって光る。すごい、ライトがイエローに光ります。うわー、綺麗に光ってる。さあ、そしてこちら鬼滅の刃のシールセット、今回は何が出るのか楽しみだ。いくよ、せーので、はい、やった。柱勢ぞろいだ。これみんな、みつりさんに品津川、いぐろに煉獄さん、富岡牛に無一郎、胡蝶さん、これ誰だっけ柱全員集合、素晴らしいシール1枚目。さあ、2枚目がメッセージシール。あ、怖、品津川さん怖そう、怖。あ、姫島さんか、かわいそうに。甘露寺みじるいさんがキュンとしている。胡蝶忍さんが、君は心が綺麗ですね。え、これ誰派手に反対する。無一郎さん、煉獄さん、いい心がけだ。イグロさん、どうするのかね。はい、3枚目はこちら、義勇さんと胡蝶忍さんが仲良くかどうか分かりませんが、マックのスタッフになっている。クール&ビューティーって感じですね。はい、本日のハッピーセットはこちら、30周年のプラレールドクターイエロー、鬼滅の刃のシール、こちらの3種が出ました。本日もご視聴ありがとうございました。スマイル、スマイル、ハッピーセット。